して、そして、スマイルフィッシュさんありがとうございます。あ、今月日本に留学する予定です、ようこそ。そして正直めっちゃ怖い、もう帰りたいです。まだ来られてないんですよね。ちなみに日本一番おすすめすることありますか。あー、一番おすすめすることなんだろうな。観光サイドなのか食事がよろしいのか。でもなんか例えばですけど、なんかあの食べ物、あのチェーン店で何かドハマりするものがあるかもしれないんで、あの試しにあの吉野家とかココイチとか攻めてみてくれないですか。あとサイゼとか、そう、あのなんかその辺試してみてくれないですか。ちょっと一旦ちょっとごめんなさい、我が国のちょっとおすすめするところがまずそのチェーン店からで申し訳ないんですけど、ただもしそこがハイパーお気に召した場合、結構過ごしやすいかもしれないんで、うん、あの多分その何がいいって、あのあなたにとってのセーブポイントができるんですよ、多分それができると。どこかのチェーン店で超お気に入りがあると、コンビニとかもそうなんですけど、セブンイレブンのコーヒーだったりだとか、ミニストップのアイスであったりだとか、そういうので、あのチェーン店のどこか一つでそのセーブポイントみたいのを作るとちょっと怖くなくなるんじゃないですかね。あんまりその海外の経験がなくて申し訳ないんですけど、一旦あなたのちょっと落ち着けるプレイスをそれで見つけてみるというのはいかがでしょうか。で、そう、慣れてきたらどうだろうな。まあでも東京はなんだかんだ言って歩いてて楽しいですよ、すごく。東京駅周りなんだかんだ言ってコンテンツ力高いからな。うん。あー、そうですね。寒さに強ければ北海道は。歩きやすいところがいいですよね、多分。個人的にはだ、そういうのも合わせて福岡歩きやすいですけどね。まあ、私が本当に好きっていうのもあるんですけど。ただ、そこで、あのセイコーマートがセーブポイントになってしまった時が、あのちょっと危ないな。それで、あ、じゃあ次は東京に行ってみよう、ない、セーブポイントな、ないってなるから、そこだけかな、問題があるとしたら。だからそこで、まあ福岡は福岡で、東京に行ったらウエストがないってなるかもしれないんで、そこだけ気をつけてください。まあなので、よろしければお気に召すまま歩いてみてください。ありがとうございます。アメリカの方はなぜかココイチが好きみたいで、米軍基地周辺にめっちゃいっぱいココイチがある。そうなんだ。私もココイチ好きですけどね。うん。ひのりさんありがとうございます。元ココイチ店員なんですが、外国の方が来店された時に福神漬けを英語で言ってくれと言われて悩んだ逆、ジャパニーズピクルスと答えました。未だになんて答えればよかったのか分かりません。ハッピーゴッドピクルスです。ありがとうございます。